問11-3、無線局の発射する電波の質が総務省令に定められるものに適合しないと、認められるとき、その無線局について取られることがある措置は次のうちどれかっていうんですけどね。これはまあ、故意にやるわけじゃありませんのでね。だから、あんまりきついことは言われませんですね。だからまあ、これはですね、ちょっと電波をね、発射するのをやめてね、修理してくださいと、いうことになりますんで、これはあれですね、臨時ですね。ずっとじゃありません。臨時に、電波のですね、発射の停止ですね。で、修理してね、それで、偏差とか、ですね、スプリアスですね、こういうものが、治ればですね、また検査して OK で、いうことが分かれば、また、正常のね、通常の業務ができるということになりますね。これは2番のね、臨時に電波の発射の停止を命じられると。こういうことに該当します。